いやー、ソニーさんからまた楽しみな Vlog カムが発表されましたね。はい、てなわけで今日も始めていこうと思うんですけれども、もしね、僕のチャンネル初めて見てくださる方いましたら、写真の配置や機材のレビュー配信してますので、ぜひね、チャンネル登録していただけるとすごく励みになります。はい、そんな感じで今日はソニーさんから新しく発表された ZV-10 っていうね、 APS-C センサーを積んだ Vlog カムなんですけれども、またね、楽しみなカメラが出てきたなと思って、しかも価格帯がすごいんですよね。7万8000前後で手に入るということで、今ね、人気の ZV-1 っていうカメラがあるんですけれども、センサーサイズがね、大きくなって、さらにレンズ交換式になって出てくるということで、すごくね、楽しみなカメラでございます。で、今日はですね、そんな ZV-10、まあ7万8000前後でボディが手に入るっていうことは、レンズを買う余裕もありますよね。できるだけレンズへのね、出費は抑えながら Vlog を楽しみたいっていう方に向けて、僕がね、実際使ったことがあるソニー E マウントの APS-C 用のレンズを3本独断と偏見で紹介していこうかなと思います。はい、じゃあ早速やっていくんですけれども、まずね、ソニーの Vlog カム ZV-10 に関して、大体ざっくりどういうカメラかっていうのを見て説明していこうかなと思います。で、冒頭でもお伝えしたように、価格がね、7万8000前後ということで、APS-C センサーを積んだミラーレスカメラとしては、他社と比較してもね、だいぶ価格がぐっと抑えられていて、しかもね、高性能なんですよね。というところで、ソニーさん勝負仕掛けてきたなっていうところなんですけれども、まあ、いいカメラであることは間違いないでしょう。で、市場想定価格が、ボディだけだったら7万8000前後、そしてパワーズームレンズが付属するキットだと8万9000前後が予想されております。で、有効画素数が2420万画素。うん、まあ十分ですよね。で、動画スペックで言うと、4K30p で S-Log3、S-Log2、Full HD は 120fps ということで、ハイスピードのね、スロー再生もできます。に合わせて、リアルタイム瞳 AF やワンタッチでピント合わせができる、リアルタイムトラッキングにも対応ということで、このね、リアルタイムトラッキングっていうのめちゃめちゃ便利なんですよ。画面で被写体をタップするとね、リアルタイムトラッキングって言って追っかけ続けてくれるみたいな、すごくね、便利な機能があるんですよね。なので本当にカメラ初心者がデビューするカメラとしてもすごくいいかもしれないですね。で、一番の特徴が、これね、ZV-1 の美味しいとこ取りをしてるんですよね。背景のね、ボケ切り替えモードみたいな感じで、ボケとね、くっきり映すっていうのをね、ワンタッチで操作できたり、本当にカメラ初心者とかカメラの知識がない方でも本当に導入の一機としてね、非常にいいんじゃないでしょうかね。それに加えて ZV-1 でね、めちゃめちゃ便利な機能ですよね。商品レビューモードって言って、こうやってね、YouTuber がよくやると思うんですけど、手で隠してピント合わせみたいなのがいらなくて、もうね、商品をパッて出したらね、瞬時にピントを合わせてくれるみたいなね、そんな便利な機能なんですよね。あとは女性が嬉しいのは、自撮り歩きしてると肌補正してくれるね、美肌モードみたいなものもついております。なので本当にね、 ZV-1 についてた便利機能みたいなのが乗っかった APS-C センサーを積んだ、初心者から中級者上級者までね、サブカメラとしても使えるような、本当にね、いいカメラを発表してきたなって感じなんですけれども、皆さんはどうですか？購入検討されてるよって方はコメント欄で教えてください。で、 Vlog カムなので言うまでもないんですけれども、自撮りにね、向いてるバリアングルって言って、画面をね、くるっと自分のところに向けてね、こう確認しながら Vlog できます。で、いいなと思うのが、アクティブ手ブレ補正が入ってきてるんですよね。アクティブ手ブレ補正って何かと言いますと、今撮影してる α7 S3 にも付いてるんですけれども、画面がね、ちょっとだけクロップされるんですけれども、結構ね、いい感じで手ブレ補正効いてくれるので、自撮り歩きしてても全然ね、そんなブレてるなっていうのを感じずね、軽減してくれるんですよね。これが付いてるのはいいですよね。7万8000前後のカメラでこれだけね、スペック乗っかってきて、さらには ZV-1 みたいなね、初心者とかカメラ知識がまだないよって方でも安心してね、ワンタッチで使える便利機能みたいなのも充実していたり、本当にね、いいカメラだなと思います。で、地味に嬉しいのが、動画撮影してるとレックボタン押し忘れたみたいなことがあるんですよね。なんですけれども、レックボタンを押してるときは画面のね、縁に赤い線が入ってくれます。なので一目見てね、レックし忘れてるとかどうかわかるんですよね。今撮影してる α7S3 もそうなんですけれども、赤いね、枠が出てくれるので、レックし忘れたっていうミスを減らすことができます。結構ね、これね、あるんですよ、 YouTube 撮ってても。
そんな感じで ZV-10 がどんなカメラなのっていうのがざっくりね分かってきたところで、 ZV-10 におすすめなんじゃないかっていうね、サードパーティー製のコスパがいいおすすめなんじゃないかっていうレンズ3選今から説明していこうと思います。で、今日紹介していくレンズ3本は実際ね僕が使ったことがあるレンズを紹介していこうと思います。やっぱりね自分がね手に取って使ったことあるレンズの方が信憑性あるかなと思って、実際ね使ったことがあるレンズからおすすめしていこうかなと思います。はい、早速行ってみましょう。まずレンズ1本目、タムロンさんの 17mm70mmF2.8 っていうね2021年今年発売されたレンズです。こちらに関しては先行でね僕レビューさせていただいておりまして、概要欄にもリンク貼っているのでぜひね見てみてください。このレンズがね発売されたことによりソニーのね APS-C 機のミラーレスを持ってる方の幸福度ってねぐっと上がったと思うんですよね。それだけのカバー範囲を F2.8 通しで使えるということで、もうねこのレンズ1本あれば広角から中望遠鏡まで1本で撮れることになります。なのでこのレンズ1本でしばらくね子供の撮影だったり風景の撮影だったりスナップだったりもう Vlog だったり何でも撮れるといったところで、まあ 27.5mm なのでちょっとね若干近いかなっていう感じはするんですけれども、 ZV-10 には美肌機能なんてものがついているので、それがついてたらね僕みたいにちょっと30を過ぎたねあの男性でもちょっとお肌がね気になるなっていう年頃なんですけれども、まあ近くてもね普通に Vlog できるかなと思っております。まあね、どれぐらいの画角の感じなのっていうのは実際にねあのレビュー動画上がってますので、概要欄のリンクから飛んで見てみてください。はい、次にね2本目いきたいと思います。では2つ目、シグマのね 16mmF1.4 っていうレンズがあるんですよね。このレンズですね、少し前までは YouTuber さんたちね結構みんな使ってたレンズなんですよね。フルサイズ換算でいくとだいたい 24mm 付近で F1.4 っていう明るさで、広角ながら背景を大きくぼかすことができるんですよね。だしジンバルに乗せてねシネマティックな Vlog とかも撮れますし、実際僕はねウェディングの撮影とかも α6500 を使ってた時からですね、この 16mmF1.4 をつけてお仕事でも使ったりしてました。でその後 α6600 でも運用してたりですとか、フルサイズでもねつけたりとかもしてたんですけれども、すごくねいいレンズで、結構ねソニーの 20mmF1.8G レンズを買うまではもうバチクソ使ってねもうボロボロになるまで使い倒したっていう経緯があるんですけれども、この1本はソニーの、ね、ミラーレスの APS-C 機を持ってる方にはすごくおすすめできる1本です。コスパもねすごくいいです。今日紹介していくレンズですね、 Amazon のリンクとかもあの概要欄貼っておくのでぜひね価格含めちょっと確認してみてください。はい、続きましてラスト3本目、こちらもシグマなんですけれども、シグマの 30mmF1.4 っていうレンズですね。ちょうど 35mm と、ね、50mm の、ね、間の画角ということで使い回しいいんですよね。そしてさらにねよってボケ表現が欲しいなっていう時は 30mm1.4 に付け替えて、いずれのレンズもね小さくて軽いので APS-C のミラーレスには相性抜群でした。実際にですね、僕駆け出しの時にビデオとか映像のお仕事を APS-C のね、α6500 でこの組み合わせでね、しばらく1年ぐらいはやってたので、まあ大体この使い回しがいい 16mmF1.4 と 30mmF1.4 があったら、楽しく、そしてね、上質な Vlog がね、撮れるんじゃないかなと思います。はい、今日はこんな感じでソニーさんから新しくね、ZV-10 っていうね、Vlog カムが発表された流れで、ソニーのね、ミラーレスカメラの E マウントですね、コスパを抑えたサードパーティー製レンズおすすめ3本をご紹介していきました。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じで久しぶりにね雑談スタイルでやったので、ちょっとね久しぶりに楽しいなというところだったんですけれども、こんな感じのねゆるーくね僕がカメラ雑談する回とかも楽しみだよって方はぜひねコメント欄入れてくれるとモチベーション上がってね、こういう回も増やしていこうかなと思うのでぜひねよろしくお願いします。今回の動画ね楽しかったよと思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。で、SNS なんかも概要欄のね、リンクに貼ってますので、ぜひよろしくお願いします。あ、そうそう、僕のね、メインアカウントに加えて、こちらのね、スタジオ、ラナスタジオっていう名前でね、営業していくんですけれども、まだね、オープンしてないんですけれどね、準備中っていう段階なんですけども、すでにね、アカウントは立ち上げてるので、このね、スタジオをね、メイキングしていく過程から載せていこうかなと思っているので、そちらもね、スタジオアカウントもぜひね、飛んでってフォローしていただけるとすごく嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。